メ。電車見えた。電車行ったね。ね。はい。はい、本日の夕飯です。ベーコンとほうれん草の卵閉じれていません。あとお肉と。なんだ、新玉ねぎの炒めたと、これは娘からもらった、お漬物です。白菜の重ねとかいうやつですね。人参とか昆布とか挟まってミルフィーユ状態になってます。美味しそうです。そしてこの人、大二くん、お母さんの席からどいてくれません。大ちゃん、大ちゃん、どいてくれない？お母さん、あ、宅急便来たです。はい、宅急便届きました。これ、これ買いました。これサーキュレーター。去年は扇風機をリビングと私の寝室で、寝るときは向こうへ持ってきて、起きてるときはこっち持ってきて、行ったり来たりめんどくさかったので、このサーキュレーターのちっちゃいの1個買いました。よーし、大ちゃんがどいてくれました。ではでは、ご飯食べます。いただきます。大ちゃん、小麦ちゃんにも乗らせてあげてください。麦ちゃんも気になるね。後で開けるね。扇風機だよ、扇風機ですよ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいや。ほら、またな。バイビー。